つもご視聴ありがとうございます。進藤です。今日は究極中の究極のネクタイ、どなたが聞いても異論はないんじゃないだろうかというそういうネクタイをご紹介したいと思います。そのネクタイが何かっていうと、ここにあるフェルモフォサッティのガルザ、フレスコとも言われるタイなんですけれども、これはですね、イタリアのフェルモフォサッティという会社が旧式の食器で持ってるガルザ、フレスコとも言われる素材なんですけれども、構造としてはメッシュのような構造になっているタイプのネクタイで、イタリアでも古くから知られている生地なんですけれども、生地を織れる会社自体が非常に少なくなってるんですけれども、その中でも同じ機械を使っても仕上げだったり雰囲気だったりっていうことをトータルすると、このフェルモフォサッティのガルザが最も素晴らしいと言われている記事です。これに関してはですね、ファッション業界の方々でご経験がある方は皆さん異論はないと思いますし、究極の無地として推される方も非常に多いネクタイです。これをですね、ザ・ソウルのネクタイで展開しておりまして、この生地のネイビー、ブラック、ライトグレーというこの3色をですね、マスタープランオフィシャルストアの方でも展開させていただいております。メッシュのような質感ですけれども、1年中締めれるということで、本当に素晴らしいネクタイとして、まだグレーは手に入れてないんですけれども、ネイビーとブラックは手に入れました。コーディネートの要となるアイテムですので、ネクタイの究極といえばこちらになりますので、ぜひこのネクタイ手に入れてみてはいかがでしょうかと思います。